父さんは年寄りだったから分かってくれたはず。我が家を追い出された挙句の果てに猛虎に住み着かれてしまいました。これまでいくつもの家が奪われ焼かれてきたのを見た。この近くにある家も襲われました。家の主はこの地を離れようとはせず助けを求め続けています。そやつを探してみる。実に穏やかだ。かような地があるとは。さあさあどうぞお入りください。神徳様はじきに戻られます。鎧を着ていらっしゃるのでてっきり神禄様かと。ようこそお侍様。神禄様とはまさかご存じないのですか。名のあるお侍ですよ。会わせてくれ。そろそろ戻るか。じきにぜひ夕餉を共にされて神禄様の武勲をお聞きくださいませんか。だが傷一つついていないぞ。ああ、お客人がいらっしゃるとはよくぞ参られましたな。うん、礼を言う。他に生き延びた武士がおったのだな。とても激しい戦でしたね。浜は血を吸って赤く染まり、あれは思い出したくもない光景です。菰田におったのか。もちろん。ああ失礼よ。長旅でヘトヘトでして。さあ湯へ案内させましょう。続きはその後で。さあお連れいたしましょう。神禄殿とはどのようなお方だ。あの方がいらっしゃらなければ今頃対馬は猛虎に乗っ取られてるって聞きました。太刀を携えてはおらんのか。武具は民に譲って大事な馬だけを残したとか。馬屋によりますよ。湯は後でよい。馬を見てまいる。これはダバだ。戦向きではない。
バグはよく見るものだ。この蔵は樋口殿のものだ。神禄は武士ではない。口を割らせるか。神禄はどこだ。先ほどお出かけになられましたよ。火急の用があるようで。探すか。話がある。なぜ逃げる。止まれ。よせ。まだ間に合うぞ。殺したくはない。よし、一騎打ちを申し込む。この俺と。ああ、やるしかねえんだ。望みならば受けて立とう。降参だ。すまなかった。お前は何者だ。何者でもねえ。どこにでもいるただの百姓だ。お前は武士の名を語り、その名を汚した挙句、あの女衆を騙しておったのだぞ。分かってる。頼む。五将だから殺さないでくれ。集落には二度と戻らねえ。行け。次にその鎧姿を見かけたら容赦はないと思え。俺が何したって言うんだ。
知れ者め、女衆にも知らせねば。お戻りで。甚六は武士ではなかった。騙されておったのだ。ああ、聞いてしまったのですね。知っておったのか。害はなさそうですし、私らも退屈していたのでね。殺したのですか。生きておる。だが戻ることはなかろう。では戦に行ったとでも広めておきましょう。あいつがいなくても楽しくやっていきますよ。幾日も寝ておらぬようだ。一時だけでも休めればな。
鍛えて差し上げましょうか。きっとお気に召します。酒井様、十分な素材をお持ちください。助かった。何も感じない。どうしちまったんだよ。またいつでもお越しください。